再エネよりええな、メタンタンの時給が一番いやもうね、水力の方が絶対効率じゃ安全やから、もう間違いないこれは。いやまあ何言ってんねんお前、やっぱりここは今一度原子力、原子力の力を見てみるべきやろ。まあただ今後日本全体の発電量を増やすことを考えて、設備を広げることを考えたら水力はきついんちゃいますか。まあ原子力を普及していくにしても、現状再稼働にもハードルが高いものもあって、まあ、やはりきついところがあるんでは。何言ってんねんエミさん。いやトントンも言ってたけどな、あの日本の発電量を増やすには要するにエネルギーの多角化が必要なわけやんか。原子力はリスクが高いかもしれんけど、火力発電よりコストは低い、うん、コストを下げることでエネルギーに対する国の財政が楽になる、うん、この余裕で新たな火力発電資源をウランと買ったらええやんけ。どうしたらええ循環になるやないか。まあ要するに小島さんの彼女が6人言っても一人一人向き合うのは大変やからね。一人は全員と俺らをつなぐクッションとして置いとくっていう発想やな。んお前は何でも女に置き換えへんとしゃべれへん。ごめんごめん大先生、ちょっとごめん一個いいかな。うん、ん何言ってんのか全く分からへん。まあ確かにあのトントンとローボロにはかなり厳しい話やったと。いやいやいや、そういうの抜きにしても何言ってるか分からへん。まあここまで言って分かると思いますけど、多分ね、まあ、現状維持が一番ですよ、やっぱり。まあ、の経産省とかね、あのエネルギー資源庁とか出してる白書を見てもですね、エネルギーミックス、いわゆるまあ多角化が主な政策みたいですからね。まあ、発電量の源を分散させる方が、まあね、地震とかいろいろ災害大国、日本にとっては、まあ、リスクヘッジになりますからね。うん、まあ、エネルギーの資源大国なんて、夢のまた夢。ああ、悲しいな。でも俺は最終的に、原子力1本で世界を目指してるけど、いや原子力エネルギー大国日本を目指してるけどな。これで世界を取るんや。お前なんかしたたかに腰たんたんとセンター狙ってるな。だめやろお前、やるからには一番じゃんお前。まあ待て、お願いします。なんと一番やそれ。いやほんまに、いやいや原子力発電量一番じゃんお前。待て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 、現状維持が一番やね。もう変化なんていらんね。トントン。お前変化なくして進歩なしやぞお前。お前ええか、俺はこのとりあえず現状、まあ、食材やな。あなるほど。こっから逃げたい。もう維持じゃない、なんならもう俺はもう逃げたい、もう交代したい。見てみこれ、鍋90人前も頼んでんねんで。これ食えへんやん。いや無理やろ、いやでもシンマがな、変化がいる言ってたからな、90人前ぐらいシンマやったら食えるやろな。いや変化、この言うた、いや変化はなこの現状維持から逃げるってことや、わかるか。お言うたんです。いやこの状況を打破する的な意味やろ。俺は原子力確保、鍋で一番取るって言ってたやんさっき。あの原子力イコール鍋はおかしくないか。いやでもやっぱりここは今こそ原子力を稼働させて日本の電力エネルギー不足を補ってやな。うん、違う。うん、これからは核融合だ。うん、核分裂ロックなんてゴミだ。紀元前のアイテム、原子人がやったやつ。あれ、いつまでまだ原子核割ってるのって感じ。同じ核使ってるから一緒じゃない、あの双子みたいな感じで。あノブさんちょっと分かってないな、それは違うわ。分かりやすく言うと安田美沙子みたいな感じやな、あの二卵性ソーセージ的な感じやわ。ちょっと分かりやすい。なんでそんな分かりやすいんねん。普通に仕方ない、私が説明しよう。ズバリ核エネルギーとは人類の英知の集大成にして真の太陽を作り出す思考の技術。原理は単純、原子と原子が融合する際生じるエネルギーを使う。地上で太陽を作るには1億2000万度のプラズマが必要で、これを超高密度で長時間持続させなければならない。しかしメリットは大きい、理論上はわずかな海水で我が国の1年分の電力使用量を賄うことができるな。しかも事故が起こっても理論上はプラズマを一瞬で消滅するから、地上が焼き尽くされる心配もない。現在我が国の到達した温度は9400万度、そして2300万度のプラズマを48分間持続させることに成功している。今後30年間で理論上は実用可能な夢な技術なのである。はい、なるほどな。遠すぎるわ。いやほんまに、いやてかもう遠すぎてもう何も見えへんビジョン。お前も閉じ込めて核融合させんぞ。お前はガンダムのなんぞ俺こら。えんか、それかお前ザクなんぞこれ、えんかこら。普通よ。まあ俺らが化石燃料になって初めてできそうやな。何年後の話やろうな、ずっとボケ。1000年じゃ足りんな。俺ら化石燃料になるレベルって相当な年数かかってるぞ。1万ぐらいか、2万ぐらいか。まあ大先生、俺ら化石燃料じゃなくて琥珀目指そう。ちょっと積極的に俺樹液に寄ってくわ。いやほんまに。ネットしかないよ。俺たち樹液にかかって死の。ダサきねえ。そんなとこまでメイプしなくていいのに。